よいしょ。ちょっと待って。あ、待って。え？三脚破壊しちゃった。待って。壊れちゃった。待って。三脚破壊しちゃったんだけど。事故。ちょっと待って。破壊しちゃった。無理。やだ。え？本当に？出させれないよね。よいしょ。これ立てれないもんね。本当に？マジで？やってしまった。また買わなきゃいけないじゃん。うわー、見てください、これ。破壊しちゃいました。一件ありがとうございます。いちごもありがとうございます。ショック。また買わなきゃいけない。うわー、マジか。どうにかつけようとしてるんですけど。これでもこれあれですよね。テープでつけれるもんじゃない。うわー、ショックですね。破片もうがっつり折れました。ここがパチって、ショック。わ、大丈夫かな今日今日大丈夫かな。ショックだな、ショックだなだな。本当ありがとうございます。保証とかなかったかな1年保証とかなかったかな。あるわけない。確かにあの足の部分もね折っちゃったんですよ。足の部分も間違えて踏んじゃってバキってなってて、まあ、多少壊れ気味だったので、何かその分いいことありますよ。だってやった、じゃポジティブじゃん瞬間接着剤ですけどもね、これ結構な力を抑えてる部分だから無理なんだよな。金属のやつにすれば、金属なんてあるの？高そう。私一番安いなかったから、使い始めてから長いに全然。多分三脚登場したのはいつぐらい、夏とかかな。パパの DIY、 パパ DIY できないです。眠い、まだ寝たい。昨日はね、こう、支度、寝る支度も終わって、全部終わって、もうあとは、寝室に行って寝るだけって感じのところで、1階で寝てましたね。下で寝て。リビングで寝てて、最近リビングに抱き枕が追加されたんですよ。そう、その上で寝てて、そう、起きたら3時ぐらいで、あれ？と思って、あ、ここで寝てたんだと思って、あ、でももう寝る準備できてるから、あとは
もう一回寝室行って寝ようと思って、そこから寝室に行ってもう一回寝て今起きました。ありがとうございます。ということは、もしかしたら劇場にいるかもしれません。どういうこと？レインボースターありがとうございます。全然普通の抱き枕。そう、お母さんが買ってきてくれて、そうそうそう、なんかソファーで誰か寝てたら寝れないじゃないですか。だから抱き枕を買ってくれました。しかも犬もいたんで横に寝てましたね、気づいたら。そうですよ、明日公演なんですよ皆さん。一番実感ないのは私たちなんですけど、本当に昨日見る実機生のメンバーが出てきた。本当ですか、やった。そう、ティーンズユニット、ティーンズユニットのとの感じた。ティーンズユニットの東京、皆さん本当にありがとうございました。昨日で、あの締め切りだったんですけどね、なんか本当に早くて、なんかまあまあ 2月なんて先だなとかちょっと思ってたんですけど、なんとあっという間に投票期間が終わってしまって、もうはい、びっくりしてます。本当にありがとうございました。そう、開票イベントもあのあまたあるみたいなので、あのぜひ見てください。呼ばれますようにと願っております。このマスクはファンの方にいただいたマスクです。もう皆さん本当にありがとうございました。もう感謝の気持ちでいっぱいなんですけど、はや、明日は公演だし、明後日は開票イベントだし、ドキドキの2日間ですね。あくびしちゃったから迷惑かかった。公演カウントダウン画像のポーズは匂わせあるの？さあ、わかりませんね。わかりません。明日になれば皆さんわかります。それそうなんですけど。明日もだっても仕事で見れない。ピエン。じゃあアーカイブで見てください。明日は朝配信なのかな？朝配信ですね。朝配信。でも土曜日だからどうだろう？でも朝配信かな？なんかの夢見たんですよ今日。何の夢見たっけな。今日夢見てましたね。抱き枕で寝てる時に見てました。いや全然覚えてない。おはよう。
楽しい夢だったかな、全然覚えてない。起きた時は覚えてたけど、そっからまた寝ちゃったから全然覚えてないな。楽しい夢だった気がする。起きてすぐ録音しておいて。え、待って待って待って、昨日セブンイレブンで桜のミルクプリン食べた。それ買おうと思ったんですよ、迷ってて。そう、いいな。お母さんもねコンビニ行ってね見つけて迷ったって言って、結局ねお互い買ってこなかったんですよ。うわー、買えばよかったな。三脚一回も使わずにうちあるやつだけど、それでもいいか送ろうか。いや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 、買います、自分で買います、ありがとうございます。もう一回同じの頼みます頼む。あ、広島のみ、そうだったね、広島行くんだったね、ありがとうございます、楽しみにしてますね。そうなの、買えばよかったな。ちょっとね気になってて、ネットで見て気になってて、お店で見て気になって、でもなーと思って買わなかったんですけど、いやちょっと次見つけたら買えます、次見つけたら食べる。昨日芋けんぴ食べていいな、芋けんぴで美味しいよね。なんかコンビニになんかね言ってたんですよ、コンビニに蜜芋みたいなのが売ってて、冷やし蜜芋みたいな、それ昨日見つけてね食べたらめっちゃ美味しかったです。けどすごい高かった気がするなんか値段書いてなくて、そのままレジ行ったら高かった気がする。私も初めて見たからどうなんだろう、今売ってんのかな。あれですね、緑のコンビニなんですけど、明日は東京行くけど何かめっちゃ行くやん、いいな東京。私も東京行きたい、東京行きたい、東京行きたいって家でいっぱい叫んでるんですよ。いいな。違う、本当に芋なんですよ。芋しか使われてない。もう砂糖とか揚げてるとかも何にもなくて、芋だけみたいなやつがたまたま売ってて、そう私も初めて見て、えーってなって、もう秒で買ったよね。何も迷いもせず買った。あ、327日ありがとうございます。確かに広島行ってからの東京、ありがとうございます。拍手ありがとうございます。バラもありがとうございます。なんていうんだっけ、芋恋なんちゃらの芋けんぴ食べました。なんかお店の芋けんぴってさ、コンビニの芋けんぴとさ全然違うじゃないですか。ああいう芋けんぴも私大好きなんですよね。
コンビニのも好きなんですけど、もうガリガリみたいなのも好きだけど、お店のなんかしなしなみたいなのも好きです。青いコンビニわかんないな、緑しかね見てない。芋カレンっていうものかわいい。よし、じゃあ15分経ったのでランキングを読んで今日は終わりにしたいと思います。今日も皆さんありがとうございました。朝からじゃあ読みますね。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ありがとうございました。では皆さん今日も一日頑張りましょう。公演の前日ということでちょっとドキドキなんですけど、私もちょっと今日も頑張りたいと思います。頑張ろうね。じゃあ皆さんまた明日、明日はきっと朝配信だと思います。じゃあまたバイバーイ。バイカーありがとうございます。